五反田劇場は、かつて存在した、日本の映画館である。1933年前後、東京府東京市品川区五反田に、新興キネマの契約館として開館した。第二次世界大戦後は直ちに再建されて、1947年7月に、新築、開館、小築系の一番館として稼働した。その後、TY 後継に工業系統が変わったが、 1973年には閉館した。開館以来、工業が経営し、山田風太郎や岩屋国士が通ったことでも知られる。正確な開館日は不明であるが、1933年前後の時期に、東京府東京市品川区五誕。道地は、1932年10月1日に、東京市に編入するまでは、東京府下の江原郡大崎町だった地域であり、同館は、 五反田駅から東へ延びる八山通りに面し、白木屋五反田店並びで、駅資金の立地であった。同館が開館する前の五反田地区には、日活系の大崎館、小畜系の大崎キネマ、牧野プロダクション並びに、帝国キネマ演芸作品を上映した、綺麗館、東和キネマ並びに、可愛い映画制作者作品を上映した、五反田館の4館が存在した。同館は、 新興キネマの風切り館であり、英吉は同館を開館する5年ほど前の1928年、工業を設立している。1942年には、第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が、クレナイ系、白系の2系統に組み入れられるが、 同年発行の映画年間昭和17年版には、同館の工業系統についての記載がない。田中淳一郎によれば、同館は、浅草富士館、本所映画劇場、高等劇場、江原大映劇場、蒲田常設館、蒲田電気館らと共に、白系に属したという。当時の同館は、経営は英吉、支配人は原岡久し、 観客定員数は456名、1942年には379名に減少した。英吉は、当時すでに、豊島区に、池袋日照映画館、江戸川区に、小松川電機館、平井地区館、小岩小地区館、上東区に、三考館、亀井戸昭和館、亀井戸映画劇場、神奈川県横浜市中区に、中島常設館、千葉県市川市に、 市川映画館と、同館を含めて十館の映画館を経営していた。作家の山田風太郎が、同館に通ったのは、この戦時中の時期であり、駅の反対側にあった東方五反田映画劇場にも、通っていた記述が残されている。大戦末期の1945年5月24日、五反田地区を襲った空襲は、五反田駅の西側も東側も焼け野原にしており、同館は全焼。 警館を余儀なくされた。1947年8月16日に小畜が公開した女優、スマコの恋カットタイトル。五反田地区は空襲の爪跡が深かったが、1947年7月には栄吉が代表を務める工業が復興して、木造2階建ての映画館を新築、開館、小畜系の一番館として稼働した。当時の支配人は川谷津氏。 観客定員数は463名であった。同年同月の小竹は、母の明かり、二連中の鬼、恥ずかしい頃、翌8月には、花ある星座、女優、スマコの恋、飛び出したお嬢さんを公開している。同館が復興する1年半前の1946年1月には、東方も丹大映画劇場が、東方東横映画劇場と名を変えて新たに、開館しており、 追って1950年6月にはアメリカ映画の専門館として東京セントラル劇場が開館した。その後の五反田地区では1952年10月には五反田名画座、1954年8月には五反田オリンピア映画劇場、1955年12月27日には五反田大映劇場がそれぞれ開館し、同地区の映画館は6館に増えた。 岩谷国師が道館に通っていたのはこの時代であり、東京セントラル劇場や道館があって、新たに五丹田大英劇場が新築されたことが改装されている。同年11月21日には道館を経営する工業は東京都中央区銀座の自社ビル地下に銀座文化劇場を開館している。この頃の道館は小畜に加えて日活の作品も上映していたが、 1958年、東京セントラル劇場が五短大日活劇場と解消して、日活の風切り館に変わるとともに、小畜の実の風切り館に戻っている。その後1960年代後半、同館は東方の洋画工業チェーンである TY 工系に工業系統を変えているが、この時同社が経営する池袋の池袋スカラザは TY 白系になった。当時、 ty 後継で公開された映画には、盗みのテクニック、華麗なる、週末等がある。1970年、同館を経営する工業は、埼玉県大宮市下町三丁目七番地の、製紙工場跡の広大な敷地に、大宮旗プラザを建設、竣工、また同年、千葉県市川市八幡田二丁目16番6号の、八幡映画劇場、八幡文化劇場を休館。 取り壊して建設していた、八幡旗ビルを竣工、池袋の旗スポーツプラザに代表される、旗ボールを中心とした総合レジャー産業にシフトした。1973年には閉館した。工業が戦後初めて閉館した映画館であった。同館閉館後の五反田駅周辺には、五反田名画座、五反田東映劇場の二館のみが残った。1992年3月には、 五反田旗ビルが竣工し、現在に至る。ありがとうございます。